どこだここ。墓の近く。教会か。入ることはできない。しかし相変わらず雨降ってんね、この街。ちょっといい曲だけどね、暗いけど。そして例の水浴びをしていきましょう。しゃがむコマンドがあったらいいのにな。それじゃあ店に帰りましょう。リコールポーション使ってもいいんだけどね。まあどうせなら。よし、今日の戦利品はどうかな。その前にまず装備できるものがあったら、はじめに装備しておきましょう。うん、まあ特にないね。敵の頭をかち割りたい、または防衛用の武器ならうちにお任せください。うん、よし。じゃあ回復アイテムメインに買っていきましょう。こんなもんかな。リコールはあったっけ。うん、結構あるな。よし、じゃあ続けてやっていきましょう。よし、下の階層で行くぜ。この下にカーンがいるみたいなこと言ってたよね、あの青年は。ちょっとさらにさっきの階より暗くなった感じ。敵のなんかレベルは変わってないよね、さっきと同じ多分ね。お、ちょっと攻撃力高くない。一撃で結構減ったよ。露骨にレベル上がってきたかな。ちょっと慎重に行こうか。お、そんな登場の仕方、スタイリッシュ登場。泥臭いけど。よし、攻撃を食らわなきゃ問題ない。食らわずに倒せんね。2回燃やしてから殴る。勝て。よし、死ぬまでが長いよお前。もっとちゃっちゃとくさばれ。うん、この武器ね、射程距離が短いんで、ちょっと前がね、詰められちゃって攻撃食らいやすい感じかもしんないね。おーおーおー、いっぱいいる。おー、危ねえ。この盾持ってるやつが防御力高いのかな。盾、ただね、炎の前に盾など無力よ。今だ、後期。よし、結構苦戦しそうだなこれ。すっぱだかのやつは怖くない。
おし、お、なんかいいの、いいのですよ、宝石っぽいやつ。あれ、おし、ガッド家庭おいだ、どこ行く、よし、いいよ。使えるものはないね。これがプロテクションリング。おお、結構いい値段高いよこれ。多分防御力が上がると思うね。あ、捨てちゃった、捨てたあかんよ。装備して多分上がった、見てないけど、うん、敵がね、下から出てくるから、いないからといってどんどん進んじゃうと危ないんだよね。あ、ちち、あ、こっちからも来た。こういうことになるからね。こいつでかくね。よし、おっさん、おっさん二人燃やしてやるよ。し、出てきてすぐ燃やす、出鼻をくじいていくと、いくスタイル。よし、よしよしよし、いいよ。炎が役立ってない。うん、こいつ斧持ってやがる。でも落とすのは弓。よし、バカども、燃えろバカども。オーケー。うわ、ちょっと待って、いっぱい出てきちゃった。そうで、My power is too weak。おいしょ。骨は意外と弱いな。うるせえよ、とっとと死ねえ。よしよしよし、2匹ぐらいなら平気よ。危ねえ、さあ歩き回るとこうなるからね、気をつけて。よいしょ、燃えろ燃えろ燃えろ。結構燃えたっしょ。うん、いいね、こうやって狭いところに誘い込んで燃やす。楽勝。No room. I'll have to come back for this. 持ってない。おっと。No room. I'll have to come back for this. ちょっと荷物が多くなってきたか。うん、そのようだね。
じゃあ一旦帰ろうかね。しかし持てる量結構少ないな。このアーマーがね結構重いみたいなんでね。あっ、できてんじゃった。よし帰るよ。敵がいても構いなしに帰れると、いいね、便利。質と値段にこだわるなら、いらないな、捨てちゃう、重いし。上等な武器を手頃な値段で提供しますぜ。ヘルメットは、お客さん、ね、下水道の匂いはあんたの体に合うようで。リコールポーションは3個ぐらいあれかな。ルビー軽いがいいか。よし、こんなもんで。さっきは待たせたな。よし、よしよしよし、はい、らっしゃい。あぶれあぶれ、今1ミリだから、1ミリ死の淵が見えたぜ。危ねこれ、気が抜けねえよ。よいしょ、夢中になっちゃうとね、やっぱ体力を忘れちゃうんだね。ここ広いな、いっぱいそうだな。あれ、こいつ燃えないんだけど。よろよろ、ゲゲゲゲ。よし、いや、やっぱ多いわ。よし、メイスだかはソードかな、メイスだかな、分かんないけど連打ができるからいいね。連打でおっとダメージが入って、隙が少ない、敵の隙も敵の攻撃の間を与えない。さあ、いくつかアイテム手に入ったんでね、見ていこう。これだ、ディスラプションモーニングスター、よくわかんねえ。とにかく強い、いいぜ。よし、これいいんじゃない、だいぶ強くなった。おお、待てよ、今の効果はもしかして書いてないからわかんないけど、アンデッド系を消滅させる、一定確率で消滅させるアイテムじゃないこれ。
だとしたらだいぶ使えるぞ。いいもん取ったな。ってことでちょっとセーブ。さあちょっと試してみよう、この武器。まあ、強いのは折り紙好きだけど、あ、消滅はあまり起こらないな。1、2、3、3発1、2、3、4、5、6。おお、すげえ、これだよ、この効果。おお、すげえ、発動確率はよくわかんないけど、まあ、5体に1体ぐらい発動してくれるんだとしたら結構楽だな。いいもん手に入れた。この消えるの気持ちいいね。砂になって、灰か、灰になって消滅する。消えろ。いいね、炎で消毒してモーニングスターで灰にする。掃除屋誕生。おお、なんか開けたとこに出てきたぞ。またちょっと教会とは、墓地とは違うような感じ。地肌が出ちゃってるけど、地肌地面が出ちゃってるけど、おなんか危なそう。うわっ、わわわわ、ボスだこれ、逃げられないんだ。うわー、敵が多いだけででかいボスはいないのか。あれで悪いけど、敵が多いだけだと楽勝だよ。コメントあるから。あ、ガスバーナーじゃい、歩くガスバーナー、微妙がいっぱいあるな。ほら気持ちいい。わあ、よいしょ、よいしょ、これ、そろそろガチで、あ、これか、これを殴れってこと？マジで？あれ、そんな復活するってこと？敵が。ちょっと想定外なんだけど。やべ、回復が効くかどうか微妙だよ、これ。あとこれ、敵の体力を見ると。あっ！あよし、再開しよう。さっきと状況は変わらないけど、開幕殴る、これだよ、これが生きてくる。さっきはね、ちょっと遠巻きに逃げたけど、ですかさず逃げる、囲まれたら危ねえから。回復アイテムとかね、特に揃えてきてないから、さっきと同じ条件なんでね、これで勝ったら、まあさっきのミスは超えてしよう。よろしくお願いしますと。
これ今攻撃できないよね。最悪ね、走り回りながら魔力回復するっていうのも手だね。あるいは宝箱とかないのか、この辺殴るとかないか。いいね、敵がマナポーションを落としてくれれば。ありがとうありがとう。よし、一匹にしたら逃げ回って自然回復するのを待つっていう濃水手を使えるね。多分これが正解じゃないか。なんだこの鬼ごっこは。ちょっとね、情けないんでそれはやめましょう。これで半分以下、3分の1まで減らせ。さあ、来い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 。なんか良さそうなの落としたぞ。光ってるスタッフ。よし、ドラドラ持ってきたぜ。あとはあとは回復しつつみんなで鬼ごっこ。やべ、隊列を崩すんじゃないよお前。おっと一撃がでかい。神経隊かお前ら。だがこれで終わりだ。いける、押し倒せ。押し倒せじゃないや、押し切れ。これも勝ったんちゃう。よし、よーし、レベルも上がった。ムービーですね。この間に俺は生マッコリを沈殿してんだよね。なんでそのオカマっぽいポーズは。 You've done it! I feared that we were lost!Oh, ill matter has truly sent you to us in our darkest hour. まあね、実際一回死んだけどね。ここに導いてくれたイルメルター。シーフの死体からここの地図と変な鍵を見つけたわ。多分あいつがここにオルブを置いたのよ。あいつってのはカーンかな、じゃないか、あのオカマみたいなやつか。Someone did this horrid act on purpose? そうだね。Those deaths. Who would wish us such harm? 悪人だよね、完全に。それは私にもわからないわ。でも必ず見つけてみせる。言うてさ、この主人公は財布を盗まれただけなのに、もう完全に悪を潰す正義になってるね。なんだ今の。This is grave news. 今なんか亡霊が通ったな。I appreciate all you have done for us. Please, accept this as a small token of our temple's thanks. I will consult with our remaining priests and see if they can determine who was behind this evil act. エルフソングで待ってると。I will send someone to you should we discover anything.
Wait for a messenger at the Elsong Tavern. お金でもくれるかな。OK、お願いね。クエストリワード、プロテクションアミュレットを手に入れた。経験値750、まあ、とりあえず戦利品を得ていきましょう。いっぱいありますね。あれさ、経験値が手に入るのかどうかわかんないけど、ずっとね敵を沸かせて倒しまくれば結構いいレベル上げになるのかな。まあ、レベル上げまくってもつまんないんで、俺はそこまではやるつもりはないけどね。さあ、4ポイント手に入りましたね。まあここまでやったらバーニングをどんどん上げていくって思ってたんだよな。だが違う炎系もあると。なるほど、取っておきたい気もするな。うん、次のレベル18ダメージね。うん、うん、じゃあ次ファイアーボール取るためにここは使わずに行きます。次のレベルまで楽しみは取っておきましょう。じゃあリコールしていいのかな、もう。お、なんだと、イベント中なのか、もしかして。ん、そういえばなんかいいアイテム取ったよね。アックス、光ってるやつね。まあでも比べ物になんないな。このモーニングスターに勝てるやつはいないな。プロテクションアミュレットも取ったね。どっちがいいんだ、こっちとこっち。まあいいか、これで。リングは2つ装備できると。アミュレットは1個ね。なるほど。さあ一応セーブして、リコールできるかな。 OK、 出た。こいつがさっきのやつの使いでしょう。明らかにシーフだね。ジョーカー。 Well met, adventurer. Ethan has told me how you rescued him in the sewersAnd I have already heard of your bravery in the Shrine of Suffering. I decided that I would see this hero for myself. 赤ずきんが50年ぐらい経ったみたいな服着てるね。 I hope you shall not disappoint me. 汚れちゃった赤ずきん。何を言いたいのかしら。 Your actions in the temple showed great courage and sacrifice. A willingness to risk your life to protect others, an admirable quality.Ethan and I are members of the Harpers, a group whose members have dedicated their lives to the safety of the realms and its people. I invite you to join us. We seek men and women of courage to band with us to protect the realms when the realms cannot protect itself. As a Harper, you will have our support. We will do what we can to help you in the realms. We are in need of your help against a grave threat to Baldur's Gate. 私はね、財布を取り戻したいだけなんですよ。わかり？ああ、でも支援が受けられる。つまりどういうことだ？なんか横流しの武器とかくれんのかな？いや、お金が欲しい。それよりも。いやー、これまあ協力得た方が進みやすいと思うから協力は得よう。わかったわ、ジェレック。私でよければ喜んで。Excellent. There's no time to waste. We need you to perform a task for us. 何、若干テンション上がってんだよ。女だからってな。分かったわ。何がしら。
The orb you encountered in the temple was placed there for a reason. It was intended to sow chaos, to distract the city watch in order to allow another group to operate freely. やつらって一体誰なの？ The dead man you found in the room with the orb was a thief. He was a member of a thieves guild, a new guild that has appeared in Baldur's Gate. This guild follows the symbol of a bloody eye.They left their mark on the bodies of two city watchmen murdered several days ago. This guild has declared war on the existing Baldur's Gate thieves guild. In the past few days, many of the old guild's members have vanished. Dead, most likely. Yeah. その仕事ってそのギルドを潰すこと? That may be asking too much. Of greatest concern to us is the rumor of powerful magic backing this guild.Perhaps a mage, or several mages. The power of the orb in the Shrine of Suffering is proof of this. Whatever the source of this new guild's strength, we would like you to infiltrate the guild and find out who or what is behind it. わかったわ。やってみましょう。黒幕を探し出すと。Excellent.Another agent of ours tracked one of the thieves to a secret guild entrance below the city. It's a secret door on the first level of the sewers in the northeast section. We have no idea how to open the door. It bears a special enchantment that is proof against most magics. そうなの。実はジーンにあったシーフの死体から変な鍵を見つけたの。役に立たない? Let me see it.Ah, yes, a curious item. It seems to bear a minor enchantment that dispels shadows, but the enchantment in the key is dormant. だから無事だったのね。Perhaps its close proximity to the orb disrupted the enchantment. I may be able to awaken it. Ah, there we are. It should function as a 何もんだよ、お前は。特殊能力持ってんのか。Simply bring it close to the secret door in the sewers, and the key will reveal the door and allow you to open it. よし。OK Please be careful. These thieves have already killed some of the city watch. まあ元よりね、will not hesitate to kill you if you're discovered. 殺すつもりで行くから殺し合いよ。じゃあね、ジェレック、この辺のやつはもうクエストは進んだわ。進んでないね。But I came to find the temple's...酔っ払いの話には付き合えない。お前もか。まあ、佐川だからしょうがないんだよね、これは。これはしょうがない。よし、金はどうかな。新しいシェフギルドと戦うって聞きましたね。気をつけてくださいな。ついでに鎧なんかもどうです。もう商売上手だね。まあ鎧は買ってあるから。シェフだって一クロですぜ。他のものを買いましょう。新しいギルドと戦うなら必ず撲滅することだ。執念深い奴らですから。4000でしょ。お安くしときますよ。この辺の何をお探しで。いいアイテム2つ3つ買えるね。まあ、防御力が高ければぐんと安定感増すからね。攻撃は魔法を使えばいいし。じゃあ、あの辺のシリーズでアイテム揃えようか。新しいシーフギルドと戦うって聞きましたぜ。気をつけてくださいな。ついでに鎧なんかもどうです。いいね。もうすっからかんなっちゃったけど。よいよいしょよいしょ。よし、あ、これで出歩けるんだ。すーげえ。これ新しいシーフギルドと戦うって聞きましたぜ。気をつけてくださいな。ついでに鎧なんかも売っちゃおうかと思ったけど、ちょっとそこまでね、値段に走ることはできなかった。はばかられた。
いいシールドを買いたいね。この武器があればチーフだって一クロですぜ。ウッドシールドいらないからアイアンシールド買いましょう。よし。弱いけどこれでいくのも面白いな。ではセーブして、次回はスッパダカじゃないけど一矢まとわぬじゃないけど、このね、面積の小さい布で戦っていきましょう。ではまた次回お楽しみに。